日は前回の引き続きで、まあいろいろこう家の中にある部屋や設備について紹介したいと思います。ではまず窓ですね。窓は英語で window。 はい、うちの猫のもりちゃんがいますが、いつもこの window から外を眺めてます、He always looks outside from this window. そしてこういった大きい窓ですね、まあ基本人が出入りできるようなものは、まあ、window ではなく door っていう単語を使うので、例えばこういうね、横にこうスライドさせるドアは英語では sliding door、 sliding door。 そしてこの網戸ですね、はい、網戸は英語では screen door、 screen door と言います。そして、まあ、よくねこう防犯用とかにあるよいしょシャッターありますね、まあ、シャッターはカタカナ用語でね英語なので、これもシャッター、シャッターと言います。そしてここが、まあ、モリカルのベランダなんですけれども、ベランダは英語ではバルコニー、バルコニー。まあ、日本語だったら、まあ、ベランダ、バルコニー、テラスとかね、なんかいろんな言い方ありますけれども、英語は多分ね、まあ、バルコニーは一番よく使うかな。で、まあ、ちょっとなんか広くてこう屋根がないところだったらイメージはテラスとかですね。ベランダは使ったことないんですけれども、うん、まあ、バルコニーが一番無難じゃないかと思います。まあ、それぞれのね、あの違いの、まあ、定義とかは、ウィキとかでお調べいただければと思いますが、This is our balcony, and we have lots of plants, so feel free to enjoy them. そして、まあ、ちょっとこのね、あの下の方を見てもらえますかね。モリカルではこういったね、タイル状のものを引いてますけれども、まあ、これらはね、英語では carpet、carpet、まあ、いわゆる tile carpet なんですけど、carpet と言います。そしてもっとこうね、あのなんかイメージふわふわしたこう形が丸とか四角とか決まったサイズのものをポンって置いたら、それはあのマットになるので、英語でもマットとかフロアマットと言います。で、まあ、モリカルではね、ここが、まあ、あの机と椅子で、ここであのレッスンをしてるんですけれども、まず、まあ、あのこういった机ですね、机は英語ではデスク、デスクと言います。そしてじゃあ、まあ、テーブルって言い方もありますよね。テーブル、テーブル。まあ、デスクとテーブルの違いは、デスクっていうと要は勉強机ですね。もうあの勉強や仕事をするための、もので、テーブルは、まあ、例えばご飯食べたりとか、まあ、別にローテーブルとか、ね、あの高いやつもありますけど、まあ、いろんな形が様々ありますが、まあ、そういうのは全体的にはテーブルになります。なので、まあ、まあ、うちの場合はね、ちょっとこれ、うん、まあ、テーブル、多分これはテーブルって言い方がいいかなと思います。確かに勉強するとこなんですけど、勉強机ではないので、まあ、これはテーブルかなっていう感じです。で、まあ、椅子ですね。まあ、椅子は英語では、チェア、チェアになります。そして、こういった丸椅子ですね。まあ、こういうのはどっちかっていうと、こう背もたれないやつですけれども、ストゥール、ストゥールと言います。まあ、ストゥーはなんかこうちょっと簡易的な、あの簡単な椅子のことですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、以上が家の中にあるね、こういったいろんな設備や間取りについてでしたけれども、まあ、ぜひね、あのうちにレッスンに来られる場合も、それらの単語を思い出しながら、見ていってもらえたらなと思います。And yes, please, come to meet our cat.Yeah, they are very friendly and cute. All right, everyone. I'll see you again. Goodbye.